広がれ心のバリアフリーファッションショー2024おばんでーす。障害、年齢、性別に関係なくファッションやおしゃれを楽しみながら交流を深められるファッションショーを日本心のバリアフリー協会の杉本梢と美容室サンモールの関川さとみで毎年開催しています。初の2023年開催を経て2024年6月2日に2回目の開催を無事に終えました。今回はショーの舞台裏とともに私たちのショーへの思いをお届けします。最後に爆笑シーンと2025年開催についてお話ししますので、エンドロールの後までご視聴ください。イベント当日に向けてオンラインで初顔合わせの交流会と本番前のキックオフパーティーを行います。準備の段階から交流を深めてほしいという私たちの願いがあり、本番前から関わりを持てるようにしています。本番まであとわずか、はい、もう少しです。皆さん気持ちこうじわじわと蓄めて当日爆発させていきましょう。本番当日は早朝から準備が始まります。各界で頑張りましょう、はい、OK、杉本はメイン会場のフロアの進行をします。私は視覚障害があり、大勢の人が広い場所で動いている状況を把握できないので、マイクで全員に動きを伝えながら進めていきます。椅子は150残したいんです。なので半分残したいので、はい、ここから多分ここから半分の椅子は残して、机は後ろの列以外全部避けるというのをこれからお願いします。まずそこまでお願いします。見えていなくて難しいことも、会場図や全体進行を作成してきた立場を生かし、皆さんに情報を伝えながら全体を進行することで力を発揮したいと考えています。衣装やヘアメイクなどの準備をするフロアは美容師でもある関川さんに力を発揮してもらっています。よし、でも始めちゃいます。それぞれボランティアや技術者の皆さんと準備を進めていきます。ランウェイのスタートの部分と立ち止まりポーズを決めるカメラの前に視覚障害者歩行テープ、ここテープを設置しました。視覚障害がある方の印になるものです。金城ゴム株式会社様が提供してくださいました。視覚障害当事者の方はこれを足の裏で感じ、スタートと立ち止まる場所を確認することができたそうです。もちろん私もフル活用しました。見えないまたは見えにくいと体の方向を定めるのが難しいのですが、このラインを両足で踏むことで正しい方向がつかめました。そろそろですね、時間になりますので前半のモデルの皆さんの、リハーサルを始めたいと思います。またモデル同士でポーズや歩き方を相談しながら本番に向けて気持ち作りもしていきます。司会、音響、照明、モデル、そしてボランティアの人たちで確認をしながら進めていきます。リハーサルが進むにつれ全員の息が合っていきます。リハーサルと同時進行で衣装やヘアメイクの準備も進んでいきます。すべてのリハーサルを終え、いよいよ本番です。それではただいまより広がれ心のバリアフリーファッションショー2024をスタートいたします。障害がある当事者モデルとサポートにチャレンジするモデルがペアになってランウェイを彩ります。モデル、ボランティア、技術者のほとんどの方が SNS の募集を見て参加をしてくださっています。2023年開催から続けて関わってくださっている方も多くいます。関係者の皆さんには対話を大切にしてほしいということを事前に交流会のミニ講座で周知しています。対話をすることで
相手のことを知ったり、自分のことを発信したりして理解することができ、自然と心のバリアフリーが進みます。ワンダーストレージクリエーション株式会社様から映像配信技術のご協力をいただき、本番の様子を YouTube 小杖の心のなるほど隊でライブ配信をしました。それぞれモデルの皆さんがランウェイをスタートする前にアナウンスを通して発信したいことを表現しています。ぜひ本番の様子は2024年7月28日の20時に投稿しますのでご視聴ください。私たちはエントリーの段階から参加者の思いを受け取り、それらをこのショーでどう表現していけるか考えながら運営をしています。このショーでチャレンジをしてくれた方、大切な思いをランウェイから伝えてくれた方、昨年参加しさらに芽生えた気持ちを表現してくれた方、モデルが一組また一組とランウェイに向かうたびに様々な思いを二人で確かめていきます。障害の有無、年代、性別に関係なく誰もが参加できる空間、その空間を共にすることで観客席も巻き込み、心のバリアフリーが自然と進んでいく。私たちが大切にしていること、様々な心身の特徴や考え方を持つ全ての人々が相互に理解を深めようと対話を取り支え合う、そう、心のバリアフリーです。今後もこのことを大切に継続して開催をしていきます。ぜひ興味のある方は2025年開催にご参加ください。全国どこからでも参加が可能です。はい、2024年開催はランウェイの後に観客とモデルの皆さんの交流の場も設けました。感想を伝え合ったり質問をしたり、モデルと観客席の皆さんで直接会話を交わすことで、さらに心のバリアフリーが進む機会になってほしいと願っています。もちろん打ち上げもしました。ここでも交流が深められます。印象的だったのが、障害を理由になかなか飲みの場に参加する機会がなかった方が、このショーの打ち上げに参加したことで、そういった飲みの場での関わりの経験ができたと感想をいただいたことです。ショーへの参加をきっかけに、その方の人生に素敵な瞬間として存在できたことに、次回開催へのエネルギーをいただいています。このイベントは、モデル、ボランティア、技術者等の皆様と共催者で準備を進めてまいりました。その他にもご協力金などによる応援をしていただいております。この場をお借りしてご協力金等でお力添えをいただいた皆様をご紹介いたします。心のバリアフリーファッションショー2024へのご協力、心より感謝申し上げます。会場からのご参加、ライブ配信からのご参加、誠にありがとうございました。共催者、美容室サンモール、関川さとみ、一般社団法人、日本心のバリアフリー協会、代表理事、杉本梢。2025年開催。5月18日、日曜日13時スタートです。モデルやボランティアの募集は2024年10月から1ヶ月間行います。エントリーは期日厳守なので、日本心のバリアフリー協会の公式 LINE に登録していただくと、
一斉送信でショーに関する情報が漏れなく受け取れます。おまけ。今、会場撤収をして帰るとこなんですけど、関川さんが、関川さん何してんの？どこにしまったかわからないいろんなものを探してます。特に私の靴下を。そう、自分で脱ぎ捨てた靴下がね、どこに行ったかわからないっていう最高のオチを見せてくれました。広がれ心のバリアフリーファッションショー2024、無事終わりました。終わりました、ね、はい。じゃあ最後の締め台詞いきましょう。せーの、おばんでした。